いつも後ろから撃ってる石橋。どうもイメージチェンジを図ったらしいよ。記事によれば、自民党の石破茂元幹事長が、菅政権への批判を封印している。安倍政権に対する厳しい姿勢が、先の党総裁選で国会議員の支持低迷につながったとみて、路線転換を図った格好だ。日本学術会議については、日本学術会議法がある。原点に当たることが大事だ。菅義偉首相が学術会議の会員候補6人を任命しなかった問題をめぐり、石破氏は15日の石破派会合でこう言及したものの、明確な政権批判は避けたという。石破氏は総裁選後、同派の所属議員と個別に面会し、今後の対応を協議。後ろから文句を言うようなことはやめた方がいい、との意見が寄せられたことから、イメージチェンジに踏み切ったとみられる。だって、なんだか今更って感じだよね。石破氏がいくらイメージチェンジを図ろうとも、腹の底では政権批判志向なんでしょ。それに国民の抱く石破氏のイメージは、後ろから撃つ人、なんだよ。そのイメージはものすごく強くて、なかなか払拭できるものではないと思うし、多くの国民は今後もそういう目で見てしまうと思う。安倍政権下でやってきた、後ろから撃ってきた過去は、いくらイメチェンしようが消えない過去なんだよ。国民にとって、後ろから撃ちまくってきた石破氏の愚行は、それだけインパクトの強い事象だったってこと。石破氏が今後復活できる方法があるのだとしたら、日本の国益になる政策を数多く打ち出し、それを具現化し、国民の信頼を取り戻すか、特定野党に移籍することくらいじゃないのかな。今のまま、中途半端に自民党に残り、政権批判を封印し、おとなしくしていたとしても、いつ石破氏が自分で言ってる、裏切り者のイメージのある明智光秀のように、反旗を翻すかわからないからね。ゆるパンダとしては、やっぱり特定野党に移り、日本の政治を盛り上げてほしいと思うけどな。とにかく再度言っておくけど、石破氏がいくらイメチェンを図ろうが、後ろから撃つ人のイメージは、そう簡単に消えるものではないと思う。石破氏は、自分がこれまでやってきた過去を後悔し反省し、今後の人生の飛躍につなげてください。どうかよろしくお願いします。